それを歌にしました。お、はい、歌を作るというわけですね。そうですよ。前の日は早めに。はい、Hello there。始まりました。森田チャンネルです。唐突に始まりましたが、はいですね、今回はなんとですね、高田先生が、はい、あらら、すごい、ドンキを持って。ドンキ楽器ですよ。狂気、狂気じゃなかったですね。はい、そうだね。楽器を持ってきて、はい、いただきましたので、なんと歌を作るということでですね。そうですよ。どんな感じでやってたのか、YouTube で、はい、その数式の歌を上げて、はい大ブレイク大ブレイクまではしてないけど、はい、でもあの何回か街中で高校生に声かけられて、あのられその誤信の歌の人ですよねとか言われたんです。言われたことありますよ。それをじゃあ誤信の歌を。誤信の歌はちょっと YouTube 見てください。誤信の歌って何ですか。三角形は内心とか重心とか外心とか水心とか方針で、まあ5つね習うんですよが、覚えられる歌っていうのそれを誤信っていうんですね。そうです。てっきり身を守るんだと思ってました。なんかこう来たらこうやれとか。違う違う。弾き語りでむずいでしょ。誤信術歌ってたのか。あ、そんなのは1個なんか見てる人が分かる、うん、披露してくる。YouTube に載ってないやつでもいいですか。あ、別にどっちも全然構わないです。じゃあ文字式の歌です。はい、文字式。円の面積は π ある事情。円周は2π ある。文字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 式。文字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 式。今日は文字式勉強します。いや、文字文字くんの歌。文字文字くん文字式です。よし、じゃあこれインスタにあげる。やインスタ。あれ YouTube ではカット。いや入れますけど TikTok にもあげておきます。TikTok TikTok もやってんすか。やってますよ。何でもやってんな。最近作ったお自信作これ、ね、うまっ。よかったら高田先生のですねチャンネル、はい、行ってチャンネル登録してですね、ダメだったら、はい、登録解除。解除はだってそもそも登録してねえんだから。解除もクソもねえだろ。算数とか数学の試験をやる前に、はいはい、まあ、初注意みたいなのあるじゃないですか、はい、こういうところに気をつけろよみたいなね、はい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 、でそれを歌にしました。お、はい、タイトルは、はい、忘れちゃいけないですね。お、忘れちゃいけない。今から算数のテストに挑む。君たちに伝えたいことがあるんだ。先生の言葉に耳を傾け、素直な気持ちで聞いてほしい。テストが終わったら見直し忘れるな。クラス番号を名前忘れるな。答えが分数なら約分忘れるな。文章題の答えには単位忘れるな。算数テストには忘れちゃいけないことがたくさんあるんだベイベー。だけどそのすべてと引き換えにしても忘れちゃいけないことがある。それは親への感謝の気持ち、親への感謝の気持ち、これまで育ててくれてありがとう。親への感謝の気持ちを忘れたら、テストは100点でも人として0点。
なたの素敵なその名前には親の願いが込められてるから、親への感謝の気持ちを胸にテスト用紙に忘れずに名前を書く。ありがとうございました。いやということですね、今回終わるの思ったより長かった TikTok 流せない英語のチャンネルでしょ。そうそう、英語のチャンネルで数学の忘れるなっていうやつで、あ、じゃあ逆に英語のテストの注意点の歌作りますか。英語のテストの注意点の歌、うん、なるほど、いいんじゃないですか。やってみますか。作りましょうよ。じゃあ4つぐらいその注意点を言ってもらえれば。最初は大文字で始める、うんうん、でさらに途中で大文字書かない。あ、これすごくやっちゃうんで、特に最初は大文字、途中は大文字を書かない。そうですね、途中で主語が来ちゃったら全部大文字で書き始めちゃうとか、特に there と it とか、うんうん、あとは if とかっていうのが来るとですね、うんうん、i を大文字にしちゃう、 t を大文字にしちゃうって人がすごく多いんですよね、うんうんうん、なんでそこを注意しなきゃいけないっていうのがあると、うん、まあ、あと最後ピリオドで終わらすとか、ピリオド終わる、うん、英語を書くとき、あとは中学生で多いのはスペース、スペース、単語と単語の間のスペースを忘れちゃいけないっていうのは結構多いんですよね、これね、ぐっちゃぐちゃにくっついちゃう人、うんうんうん、できましたね。はい、できました。はい。英語のね。はい。まあ、受験生とかも聞いてますよね。そう。大学受験とか、高校受験、英検とかね。はい、ああ、なるほどね。うん、はい、そういうので、今から試験をね、うん、臨む人に向けてのアドバイスを歌にしました、ね。アドバイス。はい。はい、聞いてください、忘れちゃいけない英語バージョンです。これから英語の試験に挑む君たちに伝えたいことがあるんだ。先生の言葉に耳を傾け、素直な気持ちで聞いてほしい。文の最初は大文字忘れるな。文の最後はピリオド忘れるな。 DP は左、 BP は右、単語と単語の間にスペース忘れるな。英語の試験には忘れちゃいけないことがたくさんあるんだ。Lay down。 だけどその全てと引き換えにしても忘れちゃいけないことがある。それは試験会場に行くこと、試験会場に行くこと、今までの努力が無駄になる。試験会場に行くことを忘れたら、もしで100点でも本番は0点。あなたのボロボロの参考書にはこれまでの努力が詰まってるから、
会場への行き方をちゃんと調べて、前の日は早めに布団に入り、眠りにつく。どうもありがとう。出てねー、出ない、口笛が出ない。出てねはい。なんでだろう、普通出せるの、普段出せるのに。あ、今出た。ということですね、はい、はい、今回はですね、忘れるな、忘れちゃいけない、 Don't forget ですか、はい、Yes. Don't forget、ね、忘れるなということで、はい、高田先生と歌を作ってました。めっちゃ長い時間撮りましたけど、果たして動画何分になってるのか分かるんですけど、編集頑張ろうと思いますんで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。 Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.